びせ続けた呪いの言葉たち。じゃ時代は動かせねえぞ。金じゃ勝利はつかめねえぞ。時代のダークヒーロー2人、因縁、完全決着。発表します。平本蓮 VS 朝倉未来、ライジンフェザー級66キロ契約、7月28日スーパーライジンでマッチアップします。ライジンファンの皆さん、こんにちは、平本蓮です。そうですね、まあ僕もずっと望んでいたっていうか、まあ、自分が目標にしていた試合でもあるし、まあ朝倉未来っていう存在が自分の中で刺激を与えてくれて、こんな感じのカリスマというか、まあ、唯一無二の存在で、すごい自分の中で、刺激がというか、すごい感動した部分とか、尊敬とか、憧れとか、なんもあるわけねえだろバカ。ケラモフに負けていじけて、でヤーマンに伸ばされて、すごいいじけてるんで、僕が最後のとどめを刺そうと思います。ボコボコにします。それだけです。以上。こんにちは、朝倉です。年末、去年の年末に弟からこう刺激をもらって、まあ俺がね、このレイジンのフェザー級盛り上げてきたっていう自負があるんで、まあ年末にこうトップ戦線の方と、方にね食い込みたいなっていう中で、まあちょっと復帰戦に楽な相手用意してもらったんで、ボコボコにして痛めつけてやろうかなと思います。でもし万が一平本に負けたら、俺はこの格闘技人生引退します。いや、俺もこいつに負けたら引退します。絶対負けるわけないんで、俺も朝倉未来なんかに負けたら引退します。ここで約束しますわ。別に引退しなくていいんじゃないの。いや、もうここで負けたら終わりなんで、はい、朝倉未来に負けたら僕は引退します。はい、はい、ということなんで、平本のね引退試合、皆さん見に来てください。いやいや、朝倉未来の引退試合を楽しみに皆さん来てください。まあ、負けるわけないんですよ。俺は普通にフェザー級トップなんで、トップの方にいるんで。いやいや、ヤーマン以上の失神させますよ。3戦3勝の坊やを1回、練習してあげます。痛めつけて。3戦3勝の坊やとビッグマッチになってしまう朝倉未来なんで、皆さんそこあんま触れないでください。社長、僕提案なんですけど、これ朝倉未来の引退試合になったら、こう本当に武漢の帝王で終わっちゃうんで、僕これタイトルマッチにしてほしいんですよ。これ負けた方がベルトを巻く、はい、新たなタイトルを作ってほしいです。この今回の試合、負けた方がそのライジンの新たなタイトルを取れるっていう、負けた方がチャンピオンになるっていう、で勝った方が勝ち上がって、負けた方が引退してチャンピオンになる、そういう試合にしてほしいです。お願いします。あたかも自分が1回でもベルト取ったことあるような口ぶりだったんで、何目線で言ってんのか。いや、だから武漢同士ちょうど面白いじゃないですか、はい、こんなにふざけたタイトルマッチはないですよ。そうですね、最近アイドルのプロデュースとかよくわからないことをやってるんで、秋元康みたいになってなかったらいいなっていう感じですかね。昨年4月は平本選手との対戦についてのメリットがないってお話ししてたと思うんですけど、なんでその未来選手をやる気になったのか、この一戦一番の動機みたいなところは何になるでしょうか。まあ、こう直近の試合で負けたりとかもあって、まあ、こうライジンで俺は多分14歳、簡単に言えばヤーマンにぶっ飛ばされたからですよ、はい、ヤーマンにぶっ飛ばされたからこの試合が決まりました。いちいち聞かなくても分かるじゃないですか。どうですか、ちょっと話しそういうことでいいんで、朝倉選手。いや、まあだから何でしたっけ質問。一番やる気になった理由っていうところです。まあ、だから楽な相手だからですよ、はい。
でもまあ俺が狙ってるのは今年の大晦日に、まあ、トップに絡んでるやつと戦って復活するってことです。はい、あくまで通過点みたいな。そうです、準備運動みたいな感じですね。ありがとうございます。まあやっぱり MMA の選手としてはまだまだだなと思いましたね。組とか、まあ、スクランブルとか、まあ、打撃はうまいけど別にあの威力もないじゃないですか。一回も KO 勝ちもしないし、まあ、まず普通にやって俺が勝つなっていう感じですね。あのブレイキングダウンルールにのっとって1分以内に倒します。なるべく長い時間かけて痛めつけようかなと思います。